はい、最後の方お願いします。え気合い入る、やばいやばい、大丈夫か大丈夫か、ボタン開けちゃって、ええちょっと、あえやばい、やばい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 。ホラーだよ。もう。でも右も脱いでますけど。何を見たの？何を見ちゃったの？ミオちゃんにこんなの見せちゃったらもう次コラボ誘った時にはもうコラボ NG になってるかもしれないよ、ハーチャマ。え？ミオちゃん。これは何？裸。裸がクソダサいってこと？いや、たぶん、ちょっと、分かんない、ちょっと待って、分かんない、もう、ハーチャマも、ハーチャマもなんか理解できなくなってきた、こいつは何が違う、お前は自分のスクミズ姿を見てもらいたかっただけなのか、もしかして、分かった、そういうことか、スーツの中にスクミズをして着てるってことだ、これ。なるほど。なるほどね。スーツの中にスーツの中にすくみずを着てるという秘密をばらしたってこと、そういうことだ、ばらしたっていう、そういうこと、その人じゃ日常生活でトイレに行くとき全部脱いでるってこと、めっちゃだ、しかもさ男の人だからさ大変じゃない、男の人さめっちゃこれ脱がなきゃいけないってことでしょしかもさなんか他の社員にさバレるじゃん、それお前もしかしてスーツの中にすくみず着てたのみたいなバレちゃうやつじゃん。でもさ、スクミズさ、いい意味ではタンクトップに見えなくもないから、確かにね、なんか別に透けても多分大丈夫なんだけど、うん、でもトイレに行くときは全裸にならなきゃいけないっていう枷を背負ってるよね、この人。大丈夫ミオちゃん、もうあの次からコラボ NG になっちゃったりしない？大丈夫？これがね、やばいのはハーチャマじゃなくて、そうだよね、クソダサコーデに、そうだってハーチャマだって予想外だったよ、まさかね、こうやってクソダサコーデって言ってるのに、そんななんかね、いろんなちょっと危ういそうですね、まあでも拾ってきたのはハーチャマだし、やばいやばいやばい、あれれれ、確かに、まあちょっとなんかミオちゃんにギリギリを攻めたくなってしまったんですうちのギリギリをちょっとどこまで行ったらどこまで行けんのかなみたいなでもまだね、限界ではなかったけどね、おーよかった、でもうちの限界は多分 YouTube くんの限界でもあると思うから、そう同じだからね、YouTube くんの規制と基準はね、ね、いやよかったよかった、まあ YouTube で番にならない限り大丈夫じゃないかなと思うけど、いやよかったよかった、うん、いろいろな